田川が回収。さあ京都のカウンター、竹富へのボール、ここは長友がカット。経験値を生かした素晴らしいプレーを見せました長友。ここでね、松木ですかね、反応したんですけどね、すかさずこぼれ球を回収されました。そして長友のこの自分の外側のところでしたけれども、本当に両者に対応できるポジションの取り方は素晴らしかったと思いますね。素晴らしいプレーですね。